中国銀行有限公司有限公司、英語、Bank of China Limited は、総資産及び預金量で、香港第二の商業銀行。以前の名称は、中国銀行香港文庫である。中国銀行の香港法人だった12の系列市会社と2001年に合併し、現在の名称となった。略称は、中銀香港、または、英文両名から傍チック。キャッチコピーは、 ユアプルミエバンク。母体業である本土の中国銀行とは法的にも別組織であり、2002年には保有株式を放出して香港証券取引所に上場している。ただ、経営では親密な部分も残っており、特に保険や証券業分野では提携関係が深い。CEI も本土中銀と同一のものである。1917年。 本土の銀行としては初めて中国銀行が香港に支店を開いた。1949年に中華人民共和国が成立した時点では中銀を含む国有銀行の支店が15あり、官民合弁による旧銀行が設立されていた。さらに1950年までに法商銀行と南洋商業銀行が中共政府によって設立された。1952年、 官民合弁による旧銀行が提携を結び、官民合弁銀行共同支店として運営されるようになった。店舗は EN、ジョージ・ウィンピーに完成された。1954年に南洋兄弟銀行、花商銀行、中国工業銀行は本土政府によって接収され、店舗を閉鎖し離脱した。残留した六行は、1五十八年に中銀の香港、 マカオ文庫の参加に入った。後に、関東省銀行、家境商業銀行、交通銀行の香港店舗も加わっている。1975年、中国政府が中銀に資本注入を実施し、民間企業による出資比率は1%未満にまで低下。かつて官民合弁であった中銀は、実質完全国有化された。1980年代、 感情系システムを一新したのに伴い、共同視点提携は中銀集団と名称を変えた。ただ、参加の各校は個別の経営を続けていた。1999年、株式上場を目指して、参加各校の全株式を中銀が取得、構造改革計画を策定し、2001年の中国人民銀行の承認を受けて実行に移された。 中銀集団発足時からの6行は、放送銀行に吸収され、同行は中国銀行を有限行使と解消。南洋商業銀行と、周友銀行を中銀香港の子会社とした。香港特別行政区立法会は2001年7月12日に、中国銀行合併令を交付し、同年10月1日に全合併作業が完了した。中銀香港は、 持ち株会社である中国銀行空港有限公使の100%出資主会社となっている。中銀香港ホールディングスは香港証券取引所に上場しており、米国予託証券も発行している。香港反戦株価指数の構成銘柄の一つに選定されている。中銀香港以前にも上場する中国の銀行はあったが、いずれも A 株上場であり、 国際的な資本市場に登場した中国の銀行としては第一号と言える。2006年現在、中銀香港ホールディングスの筆頭株主は本土中国銀行であり、さらに本土中銀の筆頭株主は中央基金投資となっている。中央基金投資は中国政府が100%を出資する投資持ち株、会社であり、中銀香港は未だ間接的に政府の影響下に、 ある。南洋商業銀行1950年設立の南洋商業銀行は、中銀香港の100%出資士が医者であり、41の視点を持つ、中小の製造業を中心とした融資を行っている。東南アジアの過境社会と親密、環状系システムは中銀香港と共有している。周モ銀行は、実業家として中京建設時に、 東南アジアの過境社会を率いた、陳義美かの絵によって1947年に設立された。福建省からの移住者に広く利用されており、逆に同省のアモイでの教育事業に10億香港ドルを融資するなど、つながりが深い。ATM 業務の中心は、依然として個人の預金を受け入れ企業に融資するという伝統的なものが中心だが、 金利収入依存からの脱却を図り消費者金融やプライベートバンキングにも参入しサービスの幅を広げている。損害保険、生命保険や年金運用も取り扱っている。営業網は香港最大であり200以上の支店と450台の ATM を設置している。本土には14の支店があるが中銀香港は香港の法令に基づいているため、 外国銀行の扱いを受ける。2003年に締結された CEPA の一環として中国大陸住民による香港への個人旅行が段階的に開放された。それに伴い、香港金融管理局と中国人民銀行は2003年11月に中国本土住民が香港で銀、ツラネやクレジットカードを利用可能とする覚書に調印した。 このため、本土の通貨である人民元を取り扱う機関が香港に必要となり、人民元決済業として中銀香港が選定された。人民銀行が決済業務を外部に認可するのは初の事例であり、人民銀行の香港における総代理人という役回りを受け持っている。百八十二年に銀通りという ATM ネットワークを他5行、上海商業銀行、 英流銀行と立ち上げた。現在では、加盟業数は増え、累計1400台の ATM で、銀通のサービスが利用できる。ただし、香港上海銀行とその傘下にある、常ね銀行は ATM を独自に設置しており、総合接続されていない。銀通りは、香港とマカオにまたがっている。銀通りは、中国本土の銀連とも接続している。以前は、 銀通貨名業のキャッシュカードを使って中国本土の銀聯 ATM において香港の口座から人民元で引き出すことができた。しかしセキュリティ上の理由から2006年元旦より同サービスは停止された。代わりに銀通貨名業は別途銀聯カードを発行することとなった。香港ドルの紙幣発行をしている産業の金融機関の一つでもある。 1994年5月1日から中国銀行が中国銀行香港文庫の名義で香港ドルの発見を開始した。2003年からは中銀香港により発見されるようになった。また、それに伴い中銀香港は香港銀行公会の永久会員となり、同会長を持ち回りで排出することになった。中銀香港は 中銀旅行という旅行代理店も参加に置いている。これは、元は南洋商業銀行の参加であり、同行と親密な華僑社会との接点から設立されたもの。中銀タワーの夜景中国銀行タワーは、香港東北部の金融街である、今週地区に位置する超高層ビルで、中国系アメリカ人建築家であるヨ民兵の設計による、 中間地区の香港上海銀行横に現存する、幼虫折中のアールデコ町建築である、旧社屋の老朽化、及び業務の効率化を図る目的で建設され、1990年に完成した、鋼鉄製のトラスの枠組みをデザインに生かし、幾何学的なイメージを連想させる、青いハーフミラーガラスの壁面を持ち、衣装は発展する香港の街を、 成長の早い植物の竹に見立てて寄贈された。地上72階建てで高さが367.4メートルであり、完成当時は香港のみならず、アジアでも最高の高さを誇った。中銀タワーは、アジアで初となる高さ300メートル超の超高層ビルであり、香港を象徴する建物であると同時に、香港のイメージをも変える建物となった。 全フロアが中銀のオフィス及び業務窓口として利用されており、展望台などは設置されていない。エントランスには中国銀行ではなく中国銀行とあり、実際に本土中銀も入居している。ありがとうございます。